to Grammy with Welcome Man and Josh. はい、この番組はオーストラリア在住のギターボーカルジョッシュと日本で活動する音楽プロデューサー&グラミー賞研究家のウェルカムマンでお届けするポッドキャスト番組です。日本人初のグラミー賞主要4部門にノミネート、そして受賞するという根拠のない夢を持ったウェルカムマンが楽しく英語や文化を学びながら最新の音楽ニュースを解説していく番組となっております。毎週月曜日の夜に各ストリーミングサービスでのポッドキャストで放送されておりますし、おりまして、また YouTube でアーカイブも残っていますので、ぜひチェックしてください。それでは今回もジョッシュ先生よろしくお願いします。ジョッシュ先生お願いします。ジョッシュって誰ですか？ジョッシュ先生ジョッシュジョッシュってちょっと噛みましたね、すいませんジョッシュ先生、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで、早速ですが今回の記事なんですが、ちょっと難しいと思いますが、ジョシュ先生、早速今回のトピックいきたいと思います。 Today's Topics ですね。はい、また先週はグラミー賞をどれぐらい見てたのかっていうね、ちょっとこう数字が下がっていってるみたいな話だったんですけど、今回はまたレコーディングアカデミーのサイトに戻って、実はこういう活動もグラミー賞はしてるんだ、レコーディングアカデミーはこういう活動してるんだっていうのはなかなか日本の方にはわからないことだと思うので、ちょっとそういったところの、テーマでいきたいと思います。はい、はい、そして、すいません、この、記事、今回のこのニュース記事の後に、最初の方にやってた、大好評だったはずの、楽曲、リリック解説も、ありますので、ぜひ最後まで、お聞きください。ではジョッシュ先生、早速いきましょうか、今回の記事、はい、よろしくお願いします。 Careers at the Recording Academy. Do you love music? If you're interested in making a positive impact on the music industry, come join our team. We're always looking for passionate people with big hearts and creative mindsWho care about music and its creators. ですね。はい。単純にね、レコーディングアカデミー、仕事としてちょっと入る、メンバーとかじゃなくて、お仕事としてレコーディングアカデミーと一緒に働きます。ということですね。なるほど。これは？カリア。カリア。カリア。うん。あ、お仕事。日本で言うキャリアっていうことですか？キャリア、そうです。ああ、英語で言うとカリア。カリア。逆に、キャリア、ね、日本語で言うとキャリア。そうですね。だったら、それ、なんか、僕にはね、ネイティブにはキャリア。キャリアだったら、もう全然違う意味になるので、キャリアじゃなくて、カリア。カリア。その、リアの方がちょっと強く、するですね。発音的に。カリアがキャリア。なるほど。じゃあ、シンプルにレコーディングアカデミーのお仕事を募集していますと、そういった内容ですね。そうです。そうです。そう、どうやって募集するのかという記事ですね。なるほど。Do you love music? 結構簡単な、ね、最初の方なので、稲田さんどうぞ。Do you love music? 音楽を愛していますか？そうで、そうですね。音楽大好きですか？音楽大好きですか？ If you're interested in making a positive impact on the music industry, interested, 興味があること。うん、興味ね、interest。興味のあること。うん、in making a positive impact.うん、インパクトも日本語でそのままですか？衝撃的なとか、印象に残るとかそういうことですよね。そうですね、うん、インパクトが強いとかよく言いますね。そうですね、そうですね、うん、まあそのままインパクト on the music industry、ね、then come join our team、 come join our team、 ぜひね、応募してくださいみたいな。なるほどなるほど、come join、うん、なるほどなるほど。そう、come join our team、 もう来てください、もうしましょうって
ちょっとニュアンスね。We're always looking for passionate people. あれですよね。またあるんですが、あの、passionate。あの、情熱的。なんか純粋じゃなくてね、情熱、うんうんうん、情熱的な人間、うん、そう、情熱的な人間、big hearts and creative minds、 クリエイティブな、big hearts、 まあ日本語で心が大きいとかって言ったらちょっとおかしいですか？全然言えます？うん、言えます。多分同じ意味やと思いますね。心が広いとか、ね、心が大きいとか。そうですね、広いっていう言い方の方が近いかもしれないですね。そうそうそう、うん、英語だったらハートがね、心臓と、うん、心どっちもハートですから、うん、ハートが大きいって この記事にはね、絶対心ね、心臓が大きい人を探していますっていう意味ではないんですね。なるほど。ね、心の大きい人、そしてクリエイティブな人、うん、Who care about music and its creators、 音楽と音楽を作る人、どっちにも、うん、興味がある人、うん、ぜひ欲しいです。なるほど。応募してください、来てください。なるほど。このパッショネイトっていうのはパッションと同じ意味？うん、パッションが情熱、パッショネイトが情熱的、うん、ああなるほど。パッショネイト、その8が的になりますね。なるほどなるほどなるほど。うん、うん、ね、はい、続きます。 The mission of the Recording Academy is to recognize excellence in the recording arts and sciencesCultivate the well-being of the music community and ensure that music remains an indelible part of our culture.、うん、ちょっと難しい言葉ができてる、出てるんですが、その indelible、うん、もう珍しく見ますね、これ。indelible part of our country。 ちょっと最後の方ですか。 indelible、うんうん、これですね。うん、ああ、なるほど、うん、もうずっと残ること。ああ、なるほどなるほど、消えないとか、インクの汚れ消えないとか、消えないとか、そうそうそう、拭うことができない、いつまでも残る。そうですね、そうですね、これからね、 indelible part of our culture、 音楽がそう、文化的にね、そうなるように、そう、まあもうなってるなら、じゃあそう、なんていう、順序っていうか、このまま続けるように頑張りましょうという感じですね。これが Recording Academy のミッション、目的ね、そのミッション。なるほど。これジョス先生、例えばメモリーとは違うんですか？メモリーも記憶に残る？メモリーが記憶。そうです、メモリーが記憶ね。Indelible はね、多分ネイティブなスピーカーにも Indelible って言ったら、うん、もう分からない人もいると思いますよ。ああ、なかなか使わないんだ。めったに使わない、めったに見ない言葉なんで、うん、うん、普通に日常会話には Indelible って言ったら、何やって多分聞かれると思うんで。なるほどなるほど、そうです。このインでで、インインディディレえインディレブ、インデラブル、インデラブルは、いわゆる音楽のこのカルチャーとかを変わらない状態で消えないように、そうですね、残していきましょうみたいなことですよね。そうですね。今といえば、じゃあ文化と考えたら、音楽がすごく大事なことですよね、うん、どこにいても、うん、じゃあこれからもその音楽が大事なことに続く、残る、そうですね、そうね、うん、そのために頑張りましょう、うん、そのために頑張りますって。だとね、 remains も残る、うん、remains、 まあこのままに
みたいな、うん、このまま変わらない状態にみたいな。なるほどなるほどなるほど、ね、そういうことですね。そうですね。あとね、そう、 recognize excellence in the recording arts and sciences、 音楽的に、そしてレコーディング、うん、プロデューサーさんにも、ね、うん、エンジニアさんにもすごく、うん、あの、そう、インパクトのある人、うん、あの、なんていう、優秀な人たちですね。優秀な人ですね、うんうんうん、成功している人、うん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 、recognize もちゃんとね、あ、この人はいい仕事をしてますねってちゃんと。お、なるほどなるほど。例えば それがね、グラミー賞、グラミー賞がそのためにやってますのね。うん、なるほどなるほど。そういうことを1年2回称えてるってことですね、うん、この人がすごくいいことをやっているので、うんうん、グラミー賞をあげるとか、アーティストだけじゃなくてね、うん、エンジニアさんにもグラミー、うん、あの、全然ね、できるから、うん、Cultivate the well-being of the music community。 これはもうちょっと曖昧な意味ですが、うん、Cultivate the well-being of the music community。cultivate、まあ簡単に言うと応援。うん、なるほど。ああ、なるほど。庭とか cultivate。ああ、なるほどなるほど。土地を、うん、要は土を日本で言うと耕すとか言いますね。耕す、耕す。は作品などを養う。ああ、はいはいはい、養う。養うとか、あとは次よ、あ、土を耕すとか、作物を栽培するとか、まあ、何かこう良くしていくことですよね、何かのものを。そうです、そうです。そしてね、この The well-being of the music community、 その音楽のコミュニティ、あの、アーティストにもエンジニアにも、もう全然仕事として音楽をやっている人、そして趣味としてね、趣味として音楽をやっている人、みんなのためにそのね、あの、cultivate、うん、あの、頑張って応援すること、うん、そうですね。なるほど。まあ、簡単に言うとね、これが全部がこのレコーディングアカデミーの目的ですね。うん、なるほど。もうね、稲田さんも僕もね、もうね、もう分かってますね。うん。これはね、うん、もう何回もレコーディングアカデミーだとはって、もう何回も。そうですね。ね。やりやってますね。ね、うん、なるほどね。次いきますか。これもね、目的っていうと、うんうん、目的ってか、ちょっとレコーディングアカデミーの、うん、のためっていうか、なんでレコーディングアカデミーですかとか、じゃあ、うん、みたいな。As the leading community of music professionals, the Recording Academy's purpose is to、うん、advocate、celebrate、educate、serve、うん。これ全部ですか、この4つ。advocate、celebrate、educate、serve。そう。そうですね、4つですね。4つですね。はい、じゃあ、最初からちょっといきますね。うん、advocate、advocate。これ結構前に話してたんですよね、稲田さん。うん、advocate、やりましたね、ね、うん、要は、その BMC とか。うんうん。そうそうそう。まあ、代弁者とか提案者とかってことですよね。そうですね。うん、ね。We fight for the rights of all music creators and ensure pro-music policy at the national, state, and local levels. まあ、これはもうちょっと綺麗な言葉での応援することですね。なるほど。アーティストとか音楽をやっている人のために、そして音楽をやっている人の代わりにちゃんとなんか頑張ってる、あの、応援するみたいなことですね。ちょっと曖昧ですが、そのポリシーね、うん、政府な、なるほどね、ことになってるんですか、うん、はい、あ、なるほど。これは、ポリシー、そうですね。物事を行うときの原則、まあ。ポリシーとか、ルールって言ったら。そうですね。そうですね。もうちょっと法律的な感じになってるんですか。
なるほどなるほど。そうそうそう。国際的にってことですね。国際的、そしてもうちょっと近く、近所的にも、国際的にも、なるほど、ローカルね。うん、なるほどなるほどなるほど。これはこのアドボケイト。この方がこういうことをしますってことですか。この、代弁者が、いわゆるポリシーだったりとかライツっていうのをそうですね。でも守っていきますというか。そうですね。でもこの記事にはね、レコーディングアカデミーって言ったらじゃあ何をしますか。うん、例えば僕はレコーディングアカデミーが仕事としてレコーディングアカデミーとにちょっと参加して入って働いたらどういうことが仕事になるのでしょう。うん、なるほどなるほどなるほど。その一つがこれだってことですね。その一つがこれです。なるほど。で次は二つ目に行くということですね。次は celebrate ね。はい。celebrate だったらもう分かってますのね。ちょっと お祝いするとか、うん、まあ簡単に言ったら多分グラミー賞のことですね。のことですよね。グラミー賞のことですね、これね。うん、celebrate。We bestow the Grammy Award, the single most coveted accolade in music, and we recognize the contributions of all creators throughout the year。まあそうですね。グラミー賞が音楽って言ったら、グラミー賞がトップですね。うん。そのためです、ね、なるほどなるほど。それを一緒にこのグラミー賞を作っていこうっていう人を探してるそうです ね。そうですね。すごくいいことだから、もうこれからもいいことに残るようにみたいな。なるほど。うん。bestow がもう簡単に言ったらあげる。あ、まあ賞をってことですね。誰かに。あ、うん、なるほどなるほど。give。うん。うん、なるほど。Accolade。Accolade。そのグラミー賞の賞。なるほど。Award。なるほど、なるほど。Accolade、うん。なるほど。賞賛するってことですね。ああ、なるほど、なるほど。Coveted is 欲しがられてる。これですか？Accolade。Coveted。Coveted。もうちょっと前。Accolade, coveted, coveted. ああ、なるほど。誰もが憧れる。なるほどですね。ああ、うん。あ、グラミー賞、誰もが憧れるグラミー賞を称賛し、称え、これで、与えるということですね。そうですね。そうですね。これもね、レコーディングアカデミーがやっています。なるほど。ね、はい。Educate。はい。これも簡単に。わかりますね。うん、educate って、まあ、学校とか、はい、教えること、うん、ね。We inspire the next generation of music creators and professionals by providing opportunity, enrichment, and membership. Mentorship. Excuse me. Mentorship. Mm-hmm. The next generation. 次の時代、うん。新しい世代、ね。新しい世代のね。うんうん、あ、なるほどね。うん、応援与えるみたいな。なるほどなるほど。与えるじゃなくて、うん、教える先生としてメントーで、うん、もうちょっとなんていう先輩みたいな、先輩後輩みたいな、はい、あのね感じもあるし、うん、オプチュニティが機会、うん、チャンス。なるほどなるほど。オプチュニティは何回か出てきましたね、今までも。そうですよね。オプチュニティはよく使いますね。うん、まあチャンスだと考えたら。なるほどなるほど。Enrichment。またその、よくすることを。なるほど。よくなるように。なるほど。いわゆる質の向上とか豊かになるって書いてあるので、ただそのよくするっていうよりかはこう中身をギュッとこうレベルの高いことって言っていいですか？そうですね。そうですね。Enrichment、もうちょっとポテンシャル、ああなるほどなるほど。
こうね、の高いことをやっていきますと。そうですね。誰かの、メントシップ、まあ、教えること、誰かを教えること、なるほど、先輩後輩とか先生とか。ああ、なるほど、なるほど。メントー、メントー。なるほど。ということは、教育者として、こういうしグラレコーディングアカデミーのお仕事として、教育者としてやりましょう。そうですね。仕事としてやります。エデュケイトね。エデュケーションね。うん、教育。そうですね。よく言いますね。エデュケーションね。はい。そして、serve。はい。serve。これもうちょっと曖昧ですかね。これ。うん。We purposely participate in service to respect our shared love of music and prioritize community above self. We are a community that cares. 綺麗な言葉使ってるんですが、本当に曖昧ですね、これが。本当に何をやっているかって、もう何も書いてないんですが。そうなんですね。すごくいいことに聞こえるんですが、別に何もね、そのために何も書いてやってないから。ああ、なるほど。まあ、そのコミュニティとか、また、改めてそれを言ってるんですね。そのコミュニティをちょっと応援すること。その応援することは何ですかって、まあまあ応援してます。なんか、とにかく応援しています。なるほど。なるほどですね。なるほど、なるほど。確かに。決定的な言葉がないですね。そうですね。そうですね。綺麗な言葉を使ってるんですが、別に何をするか。これは、サーブっていうのは、いわゆるそのバレー、この今、辞書で調べると、バレーボールとかバドミントン、テニス、卓球などの試合を始めるときの最初の一手。あれもサーブ。と同じ意味ですか？全然違いますね。ああ、違う。意味が違うんですが、言葉とスペルが一緒。一緒。そう、一緒。同じなので、そう、すごくね、気をつけていきましょう。そう、そのサーブ、テニスもサーブですね。うん、このサーブが、ね、誰かのために何かをやること、すること。でも別に、お仕事とか、なんていう、トレードみたいな、あなたが何かをくれたら、僕はこれをあなたのためにやるとか、そういう感じじゃなくて、別に僕が何も欲しくないから、勝手に、ここから、僕はこれをやります。あなたのためにみたいな。あれがサーブね。なるほど、なるほど。サポートとはちょっと違うんですか？サポートのもうちょっと強くしたら。ああ、ね、なるほど、もう、なるほど、ね、なるほど。サポートって幅広く使えますもんね。もうちょっとこう、そうですね、深いというか、ビジネス的にって言ってるんですか？そうですね。サポートだったら、ワイワイみんな一緒にやりましょうって感じですか、サーブだったら、もうあなたのために、やりますみたいな、もうちょっと。なるほど、なるほど。これは日本語でどう言ったんやろ。リスペクトじゃないですね。謙譲語って言ったらいいかな。ちょっと丁寧に。丁寧にね。なるってことですね。丁寧に。そうそうそう。なるほど。じゃあ、簡単に言うと、これ、コミュニティを、大きくするために、いろんなことをやりますっていうのことを抽象的にここでは言っているってことですか？そうですね。そうですね。綺麗に言ったら。なるほど。じゃあ、綺麗に言えないから。これ4つまとめると、あれですね。いわゆるその音楽の第一線。の、第一線としてもう代弁者になり、常にグラミー賞が音楽のカルチャーを引っ張っていく、まあことをやる人を探しているっていうことと、あとは単純に、セレブレーションだからグラミー賞を一緒に作っていこうっていうことと、あとは、後継者、
新しい時代世代の人たちを音楽の教育をしていきながら新しい音楽のカルチャーを作っていくエデュケーショナルやって最終的にコミュニティをしっかり守っていきながら大きくしていきますっていうことで大丈夫ですか？そうですね、そうですね。この分野で、新しい人材を探してると。そうですね、こういうことをやっているからぜひレコーディングアカデミーへみたいな、ちょっと募集中みたいな。なるほど、ね、なるほど。これ実際のね、ここまでは今日はね、なかなか時間がないので、また皆さんチェックしていただきたいんですが、ここに実際の感じですね。書いてるんですよね。これ、そう、募集ね。募集要項が書いてるんですね。書いてます。ああ、なるほどね。どういう感じ、誰、どこみたいな。サンタモニカ、ワシントン DC。そうですね。これはでもあれですよね。あ、ミュージックエアーズ、ミュージックエアーズも書いてあります。ね、ミュージックエアーズも書いてます。これ場所、サンタモニカでってことですね。フルタイムだから、フル出勤ですよね。そうですね。レコーディングアカデミーのところで何々しませんかみたいなことがいっぱい書いてるわけですね。だから、グラミー賞は手の届かないところではなく、音楽業界の仕事がしたい人でも、ここに求人で入れる可能性があるってことですよね。そうですよね。そうですよね。うん、メンバーとかだったら自分が音楽をやっている人としてすごいことをやっているから、うん、それをちゃんとあのレコーディングアカデミーをちゃんと見てほしいから、うん、メンバーにあの応募するとかそういうこともあるんですが、これがなんか単純に仕事としてもう働こうと思っていたら全然そういうこともできますね、うん、なるほど。まあ、ここはちょっとね、今回は省略しますが、じゃあちょっと最後はあのここだけちょっとピックアップしながら、ここの意味が何を書いてるかちょっとわからないので、じゃあもうちょっとここのね、うん、強くされている言葉をちょっとあの集中しましょうね。はい、わかりました。だってね、あのこういうことを持っている人を探しているからね、うん、じゃあサービス、creativity、mm-hmm. diversity, equity and inclusion、mm. integrity, collaboration, passion、mm. こういうことが全部ね、レコーディングアカデミーの持っているあの values there's a word for this、mm-hmm. values、価値ですね、value、価値、価値です。これがレコーディングアカデミーの価値ですから。なるほど。じゃあ service はもうね、説明しましたね、稲田さんが綺麗に、はい、そのサービス、誰かのために何をする、ちゃんと心から何かをそのサポート、ね、やってそれがサービス、うん、クリエイティビティ、うん、まあ、そのままですね、うん、クリエイティブ的な人、うん、もちろんそういうことをできないなら、うん、音楽的な仕事、レコーディングアカデミー多分ね、うん、合わないかもしれませんね。そうですね。ね。うん、diversity, equity, and inclusion が、うん、もういろんな人が欲しいから、いろんな人入って欲しいから、もう、40歳白人の男性だけだったら、うんうんうん、全然ね、足りないし、うん、そしてもうこの現在にはね、特にダイバーシティ、男女でもどんな人種でも、何歳でも OK みたいな、うん、誰でもいいから来てくださいってことですね。そうですね、フィットだったら来てください。別になんか白人だったらもうなんていうレベルアップとか、うん、みたいな、うん、白人だったらできるけど日本人だったらこれはちょっとできないかもしれませんとか、それ言ってないんですね。そしてエクイティ&インクルージョン、これもう誰でもウェルカムって感じですね、うん、なるほどなるほどなるほど。だってそのね、この前のねポッドキャストのあのブラックミュージックコレクティブ BMC、うん、もうこんな感じですね。そうですね。そうそうそう、あのそれあの、うん、
equal, equality. What is going on? I've forgotten all my words. 全然と忘れた。平等です。平等ですね。平等ですね。日本語全然話せますよ。話せますよ。そうですね。あの、エンディングクルージョン。うん。レコーディングアカデミーはここ結構押してますね。ダイバーシティっていう言葉もよく出てきますね。最近はね、本当に、ね、多分最近も日本にはそんな大きなね話ではないかもしれませんが、あの英語の Twitter とか Facebook とか、インスタだったらこんな話がすごい大事になっているので、そう、あの本当に白人だけだったら。もうすぐね、みんなが言うから、おい、白人だけやんみたいな、男性だけやんとか、絶対言われるから、うん。なるほどね。いいことだと思いますよ、もちろん。そうですね。いや、素晴らしいことですよね。もっと面白くなるし、いろんな考え方も入れるし、うん、絶対いいこと。なるほど。Integrity。うん。次はね、everything we do with integrity. Integrity、ちょっと、respect みたいな、respect みたいな、なるほど、ちゃんと、ね、あの、いい心を持って、あの、justice みたいな。ああ、なるほど。あの、直訳すると、誠実さとか、誠意、そうですね、まあ、品位とか書いてますけど、あれですね。リスペクトっていうのは、誰か物に対して、人に対してですけど、このインテグリティ。インテグリティ。ちゃんと仕事をする、正直にする、正義を持つみたいな。まあ、いい人にしてくださいみたいな。うん、なるほど。いい言葉ですね、すごくね。インテグリティ。そう、すごくいいこと。ちゃんと信頼できる。Trust。Integrity, ちゃんと信頼できますね。And collaboration、そんないろんな人、いろんな団体と、いろんなグループと一緒に働く、一緒に仕事をすること。そう。一つのアイディアじゃなくて、一人だけのアイディアじゃなくて、みんなと、まあ、平等的なことですね。なるほど。音楽だったら、ソロアーティストだったら全然いいんですけど、バンドだったらいろんな考え方、ね、いろんな人もいるから、それもすごい面白いし、ということですね。仕事にも、ビジネス的にも、コラボレーション、みんな一緒にやりましょうって感じ。なるほど。And、あれですね、このレコーディングアカデミーが大好きな情熱、パッション。そうですね。ね。これでもあのいつも思うんですけど、パッションっていう言葉って非常に重要ですけど、世代間でちょっと価値観違うくないですか。例えばあの割と僕らの世代とか僕らよりも、ね、もっと 年代の人たちはこうパッションっていう言葉好きですけど、若い世代の人だってパッションとか使うんですかね、言葉って。どうですかね。例えばジョッシュの近くにいてる若い人たち、ね、仕事とか、まあ、ジョッシュ若いもんな、だって使う。まだ若いんですか。ありがとうございます。僕もおじさんやけど、いや僕も、まあ、もうおじさんになっていると思うけどね。でもそうですね、ちゃんと正直に言ったら、多分この情熱さが、若い人は、まあ、使うんですけど、その情熱さの形が、あの、ね、取ると形が変わるかもしれません、ね。確かに、そうですね。情熱という、こう、パッションっていうキーワードのイメージがちょっと世代で違うかもしれないですね。そうですよね。だって僕もだから16歳の僕の情熱さと、この27歳の僕、の情熱さが違うし、全然違う人だから。で、多分35歳、45歳、50歳とかの僕もその意味もまた改めて変わるかもしれませんから。そうですね。
だって、で多分なんか僕のイメージだったら若い人の情熱さだったらすごいなんかエネルギーみたいな元気って感じですから、でも僕だったら、自分自身の意味ですね、パッションって言ったら情熱って言ったらちゃんとそのインテグリティ、ちゃんと何かをちゃんとやること、あ最後までもうでもなんか中途半端をやらないことみたいな、それが情熱さ。もうちょっと静かなちょっと形になってるんですが、それもある程度に ある形にはねパッションだと思うんですから、稲田さんにはどういう感じになってますか。ジョッシュのそのパッションのイメージって日本人に近いよね。僕よくねお前日本人やんってよく言われるんですけど。いや、ジョッシュじゃインテグ、あの誠実さもあるし、ちゃんと一つずつずつしっかりやってくれるから、あのなんていうかな、今までの出会ったこう外人の方よりかジョッシュはすごく日本人と思ってる。よく言われます、よく言われます。そう、ね、だから僕今ジョッシュのパッションのイメージと全く一緒やった。うん、一緒ですよね。まあパワフルっていうことも大事だけどね、インテグリティって大事だったり、あれもあれもパッション、それね、そして文化的にもそういうこともあるんですね。やっぱり僕もそう思ってるんですが、あの日本人だったら日本のイメージだったらパッションね、その日本のパッションだったらもうちょっと静かな、じゃあこれをちゃんとやりましょうって感じもすごいパッション、心を全部ね入れて何かをやることもパッションで、アメリカとかに行ったらそのパッションがパワフルなイメージですね。そうですよね、パワフルなイメージありますね。そうですね、であれもなんか文化的なことにもあるかもしれませんね。なるほど、全部が情熱さですね。なるほど、まあだからそういう意味ではこのパッションっていう言葉もそういろいろね捉え方がであるってことですね。考え方もあるんですね。はい、なるほど、そうですね、なるほど、はい、はい、で、まあつまりこういうことが全部レコーディングアカデミーの価値観だから、ぜひこれもね賛成あのでしたらぜひ来てくださいみたいな。なるほどなるほど、いう流れになっていると。いや、求人があるっていうことを日本のこの方たちが知ったことは多分衝撃だと思うんですよね。僕も知らなかったんです。もう直接こうネット上でこういうふうなリアルタイムに求人があるとは思ってなかったんで、ね、なんかねグラミー賞とかレコーディングアカデミーだと思ったら、もうすごいなんかなんていうこういうなんていう単純に仕事をできることを全然思わないですよね。そうですよね。はい。単純にもうちょっとなんていう全然できる形に誰でも。そうですね。僕あれですね。ロードトゥグラミー頑張ってここ何年かはやりますけれども、あの何年か経ったら募集しようかな。求人募集、ちゃんと僕がジョッシュ先生から英語を学んで英語喋れるようになったら僕も求人募集やってみようかな。頑張りましょう、頑張りましょう。いや、改めて僕もなんか先生として英語の先生としてまた頑張らないとね。喋りすぎ。いや全然全然、でもすごい勉強になります。しかも、ね、僕にも、ね、やっぱジョッシュ音楽が大好きしやし、余計にそうその音楽が好きな立場でちゃんと解説してくれるのですごく分かりやすいですね。はい、ということで今回の記事はこういうことでした。皆さん求人があるということもね驚きだと思いますが、こういった内容の記事をピックアップしました。さあ、そして時間もね、そろそろ来てるので、以前やってたね、コーナーをちょっと取り戻したいと思ってます。音楽ニュースグラミー賞ばかりだと、ね、ちょっとこう頭が痛くなってくるのでちょっと音楽的な、ピックアップをしたいと思います。今回ピックアップする楽曲はやっぱりあれですね、グラミー賞ですごい話題になっている、
もうあれです、ニュースで出てました。2022年度のグラミー賞の日程がニュースで出てました。はい、なのでもうそこ狙いに行ってるんだろうなっていう分かりやすい曲だと思いますので、これをちょっとジョッシュ先生に歌詞を解説してもらおうかなと思っております。はい、まあ、ここなんですけども、今回の、楽曲ですが、ブルーノ・マーズ・アンダーソン・パークが新しく結成したバンドシルクソニックのシングルですね、 Leave the Door ですね。60年代70年代前半のソウルミュージックを彷彿させるような音楽ですが、これはどうですか、ジョシュ先生、リリックってどんな感じの内容になるんですか？そうですね、まあ、こういうポップスはね、この時代のポップスの、歌詞とかだけじゃなくて、ブルーノ・マーズの歌詞も普通にこんな感じですが、アンダーソン・パークもね、こんな感じですが、もうちょっと、これね、ブルーノ・マーズの、ベルサーチ、ベルサーチ・オン・ザ・フロー。ああ、はい。って曲。はいはいはい、こんな感じで、雰囲気も歌詞も、確かに確かに、そう、ああいうエッチしましょうそれだよなそうそう、結局はい、で結局今回も残念ながら今回も結局エロですか？エッチエロいですでも前もね、ジャスティン・ビーバーの闇でやってたんですが、あれをもうちょっと楽しく、はい、ダジャレっていうか、もうちょっとね、いろんな言葉遊びみたいな感じで、これがもうちょっとロマンチックっていうか、セクシーみたいな感じで、この時代のソウルも、そして特にこの時代の、まあ、ソウルって言ったら、やっぱり、ブラックな音楽ですね。黒人をやっていた音楽だったらこんな感じで、なんかイメージって言ったら、こんな曲白人がだったら、白人がね、出したらダサい、黒人だったらすっごい魅力的です。なるほど、文化的にも言うし、イメージにもね。だってこのシーン言ったらすごいブラックなミュージックですね。そうですね。これが全員が白人だったらダサい、死ぬほど。なるほどね。なぜだと言ったら、多分このイメージ、この文化がもうね、黒人の文化ですからね、男性、白人がやったら、もう今までの何人もやって見たんですが、もう本当に何回も見ると本当にいつもダサいと僕は思う。なるほど。このサビのですね、フックのところの I'm leave the door open っていうのは、僕の自分の部屋のドアを開けとくから、いつでも入ってきてください。そう、いつでも入ってください、いつでも来てよみたいな、エッチしようってことですよね。そう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 、来ているよって言っても待っているから来て、みたいな、そういうことですね。てへってちょっと感じすごい、なんかちょっとね、遊んでるからプレイフルな感じで、でもやっぱりこんな雰囲気がね、本当に合うですね、合います、この二人、そうか。だからこの当時のそのソウルミュージックとかもそうですし、こう、ね、ヒップホップあれですけど、なんか R&B とかもそうですけど、やっぱりこう、どう言ったらいいかな、こう恋愛の話とか愛とか、こうエロとか、基本これがベースですよね。そうですよね、それ、例えば社会的メッセージがすごく強いとか、例えばこう政府をすごく批判してるっていうものよりかは、
やっぱりこういうエロいものだったりとか、求愛、うん、愛を求めるものっていうのは、やっぱりこう永遠のテーマだったりするんですね。でね、誰でも分かることだからね。誰でも聞いたら、なんか、誰かのイメージとか、うん、このエロい歌詞を聞いたら、誰かを思い出すとか、考えちゃうみたいな。なるほどね。誰でも分かるから、アピールがちょっと広い。なるほどね。ことですね。そうか。でもやっぱりエロいことをまあ、歌ってるんですが、でもやっぱりなんかその直接エロいことを言ってないから、ちょっとヒントみたいな感じで、うん、だからなんか普通にラジオでも全然流れるし、なるほどね。そうそうそう。汚い曲じゃないけど、ね、汚い感じでこういうエロい感じを、そしてやっぱりなんか雰囲気もそのベースもリズムもすごいね、ゆっくりで、そうですね、ビデオを見たらね、その女の人たちがなんていうね、みんなが見ててはあって感じ、そういうことですね、憧れてるみたいな。だからエロって言っても直接的なエロじゃなくて、こうドアを開けとくからいつでもおいでよっていう、そう歌詞を求めてる。また見たらね、その歌詞が If you ちょっとまた見ましょう歌詞を。歌詞ね、はい、うんうん、結構簡単な感じですか、like、Anything I say Woo 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 って分かる。 Girl, I'm here waiting for you. Come on over, I'll adore you. もうここに待っとくから、来て待っているから、うん、これはあれがサミですね。自分の部屋に来てとか、そのどこかにいてるとか、なんかそういうシチュエーションもどっかに出てるんですか？絶対そんな感じで、ね。I'm talking kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, let's jump in, it's bubbling. そのキス、cuddling を抱きしめること、rose petals in the bathtub、そのお風呂にバラのね。これですか？あ、これ rose petals in the bathtub。なるほどね。はい。一緒にお風呂入りましょうみたいな。ああ、なるほどね。めっちゃエロですね、もう。うん、あれがもう単純にね、直接エロいことを言ってるけど。お風呂ですけど、汚いね、ブルーノさん。I ain't playing no games. Every word that I say is coming straight from the heart. So if you're trying to lay in these arms, I ain't playing no games. もうゲームとかもう全然嘘ついてないから、もう全部が事実のことしか言ってないから、うん、もう来たいと思っているならぜひ来てみたいな、待っているからもうそんな感じで、なるほど、ね、もう君が欲しがることを全然分かっているから、もう待っているよって曲ですね。なるほど、すごい求愛の楽曲ですね。そうですね。はい、まあでもここでやっぱり分かったことは、こういうソウルミュージックはやっぱりこういうラブ的なものがやっぱり多いし、ブラックミュージックって基本こういう求愛の音楽が多いですよね。うん、もう白人がエロいラブソングとかはできないことは僕は言ってないんですよ、うん、ただ雰囲気、うん、音楽が違う、そしてなんかこういう言い方、うん、歌詞の使い方とかが違うから、なるほど、あれも比べることが結構面白いと思うんですよ。なるほどなるほど、確かにそういうのも比べたいですね。そうですよね。これは人種的なとか、そのカルチャーとか歴史です、ヒストリーとかで、うん、なんとなくこうイメージがついてるっていうことですよね。うん、そうですよね。なるほど。結局、イメージだったら、ちょっと悲しいラブソングとか、うん、悲しいとか、ほろ苦さのあるラブソングだったら、うん、ああいう感じだ、バラード的だったら白人。
もうちょっとセクシーな感じだったら、あのブラックミュージックになることですよね、今までは。なるほどね。絶対そうってことではないんですけど、文化的にはね、あの、うん、あれが、ああいうことが多いと思います。なるほどね。わかりました。でもまあそういうカルチャー的なことが分かっただけでもなんかいい勉強になりましたね。ありがとうございます。そうですよね。はい。じゃあ、また次回はちょっと角度の違う曲をまたチョイスしたいと思いますので、ジョシュ先生、その時はよろしくお願いします。はい。ちょっと、ね、任せてください。はい。うん、任して、任してよ。任します。はい。はい、さあ、ということで、今回もこういう流れでお届けしましたが、インフォメーションちょっと僕の方からさせてください。今回ピックアップした、この、シルクソニックの Leave the Door Open ですね。ロードトゥグラミーという、グラミー賞の、アーティストを紹介していく僕の別のポッドキャスト番組でもまたピックアップしてますので、ぜひチェックしていただければと思います。その他にもあの音楽ビジネスニュースを、日本語でね普通に解説しているものもありますので、そちらもぜひチェックしてください。ジョッシュは今レコーディング中ですよね。まだまだレコーディング中です、うん、曲が出来上がるにはちょっと1曲1曲でやってるんですが、来週、3曲目やるので、今まで、そう、本当にいい感じになってるから、僕すごく楽しみにしているから、いいですね、ぜひぜひ、はい、してください。めちゃめちゃ楽しみにしてます。うん、はい、本当にね、僕はいつもなんか今までもなんかラウド系とか、うん、バンド系やっているけど、うん、今回のソロがもうちょっとシンガーソングライター的な、バラード系だから、あの僕の普通な感じではないから、本当に楽しかったです。楽しみです。うん、はい、そういう感じ。視聴者の皆さんもぜひチェックしてください。はい、はい、お願いします。はいということで、また、今回は、前回のやつか、ちょっと、スケジュールがずれちゃってね、月曜日じゃなかったんですが、今回のこの回は、必ず月曜日にまた更新しますので、ぜひチェックしてください。ジョシュ先生、いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまた、皆さん、See you next time! See you next time! バイバーイ。バイ。